こんにちは、植物族インテリア科のピメリーです。今回は世界ラン展のイベントのレポートと購入品を紹介します。混雑していたため動画は撮っていません。なのでスライドショー形式でお届けします。個人的に心を奪われたものをまとめてみましたので、お楽しみいただければ嬉しいです。イベントレポートはナレーションなしでお届けします。購入品紹介からまたナレーションを入れさせていただいております。さて、ここからはイベントで購入した植物の紹介です。今回はアロイド、里芋科の植物を3株購入しました。すべて輸入株で、株元に少しだけ水苔が巻いてあるものです。アンスリウムとヒロデンドロンを購入しました。こちらのアンスリウムはちょっと状態が悪かったのですが、どうしても欲しかったので購入しました。購入後すぐにダメになっている下葉をすべて落として水差しで様子を見ていました。1週間経つと葉っぱは1枚になってしまいました。予想通りという感じですよね。根の状態は悪くなさそうだったので、下の部分をカットして挿し木をすることにしました。輸入株のアフターケア、養生方法はあまり需要がないと思うので、ナレーションのみで私なりの方法をざっくりと紹介いたします。輸入株を購入してきた後は水苔をすべて取って中性洗剤を薄めたもので全体を洗います。葉っぱにはかなり薄めの活力剤を葉面散布して30度いかないくらいのぬるま湯で水差しをします。それをビニール袋に入れて数日間様子を見ます。すぐに新しい根が出てきてくれる元気な子は土植えに切り替えます。状態が悪い子は根がきちんと出てくるまでそのまま水差しで2週間3週間と管理することもあります。とこういった感じでケアをしています。初心者さんがいきなり輸入株に手を出すということはなかなかないと思うんですが、たまに初心者さんからも輸入株についてご質問いただくことがあるので、私なりの考えをお伝えいたします。私の少ない経験からお伝えしているので、あまり偉そうなことは言えないんですが、初心者さんには輸入株はあんまりおすすめはしません。理由はかなりリスクが高いからです。
購入してすぐにダメになってしまうこともありますし、ダメにならずとも環境に慣れてくれるのにすごく時間がかかることが多いです。なので初心者さんは日本で育てられたものや輸入株であっても何年か日本の環境に慣らされたものを購入される方が安心安全かと思います。輸入株は通常のものよりもかなりお値段が安いのでとっても魅力的なんですよね。なので植物を育てるのに慣れてきたらネットの情報を頼りに思い切ってチャレンジしてみるのもありだと思います。さてお話をこちらのアンセリウムコリュガタムルードに戻します。二分割してトップの部分はそのまま水差しをして根が出るのを待つことにしました。2週間経つとちょっと根が動いてきたかなという感じなんですが、この子は根が出てくれるまですごく時間がかかるかなと思っています。そしてボトムの部分の根の状態は悪くなかったのでそのまま挿し木をしてみました。次はフィロデンドロンシャロニアンへです。フィロデンドロンを買うつもりはなかったんですが、店員さんにおすすめを聞いたらこの子を推していたので購入してしまいました。確かに購入してよかったです。私はお耳がついていて下が長いタイプのフィロデンドロンが大好きなので連れて帰ってきてよかったなと思っています。はじめは葉っぱは結構薄くて大丈夫かなと心配していたんですが、お家で水差しして袋に入れて様子を見ていたところ、かなり葉っぱに張りが出てきました。もしかしたらそんなに葉っぱが薄いタイプじゃないのかもしれないなと思っています。葉っぱに横縞のようなものが規則的にデコボコと入っています。ちょっとアンスリウムにも似てますよね。すでに葉っぱのサイズが結構大きいというか長いので、支柱に立ててあげたらさらに長く伸びてくれるのかなと想像しています。この子もビニール袋に入れて水差しをして様子を見ていました。2つに切り分けてボトムの部分は土植えにしました。というのも下の部分はもしかしたらダメになってしまうかなと思ったので、一か八かで水苔に植えています。
水苔の周りにはよく使っているバークチップなどのブレンドを敷いています。これで根付いてくれれば徐々に水苔からバークチップのブレンドに移行していこうと思っています。トップの部分は新しい根を出してくれましたが、ちょっと数日様子を見ていたら根に怪しい部分があったので薬をかけています。あと1週間ぐらいは水差しで様子を見ようとは思っています。その後大丈夫そうなら鉢植えにして支柱を立てようかなと思っています。最後はアンスリウムアフベッセアエです。アンスリウムの品種についてあまり詳しいことは分かりませんが、見た瞬間この子に決めました。葉脈はそんなにはっきりしていないんですが、下の部分がシャキンシャキンとなって消えかけてる感じがいいなと思っています。ただ育つにつれてもっとくっきりはっきりしてきちゃうかもしれませんよね。このダーティーな葉っぱがすごく怪しい感じでいいですよね。そしてこの子はもう何も言うことがないぐらい調子がいいです。他の子たちと同じように水差しで様子を見ていましたが、新しい根がどんどんできてきてくれているので、すぐにでも土植えに切り替えようかなと思っています。下の部分が結構長いので根切りして2つに切り分けてもいいかなと思ったんですが、しばらくこのまま土植えをして根が上がってきたら増殖にチャレンジしてみようと思います。というわけで今回世界ランテンのイベントレポートと購入品を紹介しました。私はイベントの開催2日目に行ったんですが、滞在できる時間が1時間ちょっとだったのでかなり駆け足で見てまいりました。時間が足りず光る胡蝶蘭は見ることができなかったんですが、美しい子や可愛い子をたくさん鑑賞できたので大満足の一日でございました。やっぱり自分が育てていない植物を見るのってかなり刺激になりますよね。スペースができたらタケノコ系と呼ばれる蘭も育ててみたいなとずっと思っています。今回購入した子たちの様子もまた報告しますね。この後おまけが続きます。2年前の世界ランテンの映像をお届けしますので、引き続きご覧いただければ嬉しいです。いつも最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ピメリーでした。またねー。
ー